スタバのカスタムを知りたい。甘くしたくないみたいのも言ったらできるって。あ、できます。カフェモカって知らないですか？カフェモカは知ってます。のシロップです。いつもは大体。私は季節のおやつかキャラメルフラペチーノかあのアイスティー。季節のおすすめある。うわー、いちごだ。この時間だと結構まだ絶対あるから、じゃあ私はスターバックスストロベリーフラペチーノのソイで、シロップ少なめ。あ、いけますね、ソイ。え、どこに書いてあるんですか？あ、あ、え、すごい、いろいろすごいカスタム情報出るじゃん。ほんとだ。あ、低脂肪タイプ、無脂肪乳、豆乳、アーモンドミルクもできるじゃん。オーツミルクもにもできるよ。ブレベって何？ブレベ、イエベ、ブレベは…イエベ、ブレベ、ブレベ、ブレベ、何ブレベって。ミルクに生クリームを混ぜてます。やっば、そう、やばいです、だからモッツァレラチーズに生クリームが入ったさ、やつあるじゃん。めっちゃ美味しいチーズ。じゃあブレベやってみた。ブレベがいいかも。確かに味気になる。ブレベはちょっとマニアックですよ。そうなんだ。なんぞ、じゃあ私もういいや、この際ミルク飲もう。え、このイチゴのやつにもショッエスプレッドショットできんの？できますよ。コーヒーじゃないの？美味しいかどうかわかんないですけど。なるほどね。カスタムっていうのは基本的には言われればやるっていう。責任は取りませんよっていうことだ。え、果肉の追加もできんの？本当だ。果肉追加で。果肉追加の、うわ、チョコレートチップね。でもいちごにチョコ合うと思うから、チョコレートチップ追加で。はい、私はじゃあそれにしよう。じゃああなた、あなたはもうあれする？あれ、その小松さんの2のやつかっこいいなと思った人は1人いました。おえ、それこそドリップコーヒーにエスプレッソ追加する人がいるんですよ。わかります。すごいよね。かっこいいです、にしたいけど、でも香水ちょっと濃いかもしれないから、ブレンド、コールドブレンドとかないのよ。ブレンドだから、ドリップコーヒーだ。喫茶店喫茶店感覚で言ってる。あれ、あれできますよね。思い出してるから今。あのノンカフェインみたいな。あ、できます。デカフェ。デカフェ。デカフェ。これ、ね、これでアイス選べるじゃん。あ、でもアイスにしたらエスプレッソ入れたらダメだもん、ね。これ今押さないで、ここでは頼まないと。見てるの。口で伝えて。見てるの。口で伝えないと。伝わんないから。じゃあ何ができるのかを見てるから。目次が欲しいよね。目次、目次がないからさ。じゃあショットがエスプレッソってことですかってことですよね。しかもショットがさ、2ショット3ショット。本当だ、ディカフェショットもできるんだ。これにもシロップを追加すればちょっと甘くなるってことですね。なるほどね。あ、だからホイップクリーム追加したらウインナーコーヒーみたいになるってこと？あ、そうです、へー、あ、ちょっと甘くなります？まろやかになる。あ、まろやかな感じか。え、シトラスカニックにもう追加できるんだけど。え、コーヒー、ブレンドコーヒー入れてみてよ。なんでそんな選択肢をさ用意してるの？ジョークじゃない？シアトルジョーク、うん、シアトルジョーク。もうわかんねえぜ。ジャストセイエスの精神なんで。ノーとは言わない。そうです、もうやってって言われたらはい。すごいじゃん、日本人じゃないのに元は。確かにイエスマン、はい、なんか下町の食堂みたいだよね。何でもやってくれるみたいな。そう、なんかお母さんあれあるみたいな。で、定番メニューになってくるみたいな。そうそうそう。だから私たち怖がりすぎてたけどさ、うん、ちょっと独特な言い方なだけで、うん、優しさなのかもね。確かにね。好きに飲みなって、うん、
アイスにエスプレッソ追加したらぬるくなりますか？その後氷入れるから大丈夫なんじゃないですかね。あ、そうなんだ。あ、それやってみようかな。じゃあじゃあドリップコーヒーでいいんですよね。そうです。エスプレッソ、あ、アイスにエスプレッソ追加で、はい、サイズは、サイズはトール、トール、私はもうトールしかないんだよ。そうなんだ、うん、じゃあトールにしてホイップクリームにしようかな。お、追加で通常量します。初めて、想像できない。喉カラカラだよ。買ってきてくれた。ほらね、ちょっとだけ時間経っちゃったんで、うん、あれですけど、ここに書いてあります。私がそのストロベリーのやつに、うん、ブレベでチョコレートチップ、うん、ブレベ、ブレベっていうのはホイップクリームにな、何を足したんでしたっけ。ミルク、ミルク、ミルク、クリームにミルク、はい、だから、まあ、時間が経ったっていうのもあるけど、普通のよりちょっと柔らかそう。うん、そうかもね。はるかが、私が、アイスドリップコーヒーにエスプレッソ追加で、うん、おお、渋いと言われていた、ホイップクリーム、あ、ホイップだ。自分で頼んでいて驚いちゃった。これ初めてだから、ホイップ追加だ、いわゆるウインナーコーヒーなのかなっていう、うん、より濃いと思います。よりちょっと追加してるから、ああ、ほんでふわとろココアとカフェミストにショットとバニラシップ、ね、なるほど。ちょっとじゃあいただいてみましょうか。いつもとちょっとクリームだけ味わってみたいんで、うん、あ、うまっ、より滑らかかも。へ、甘ったるくないからいいんだよね。あ、で、私シロップを減らしてるから、うん、それがどうなってるか。シロップ減らしてるんだけどチョコチップ入れてるっていう。プラマイ。そう、何がしたいの。え、これ頼んだ時に店員さんどんな感じでした。え、全員カスタムするじゃんあそっか、通だなって思われたかな。カスタムに追われてました。カスタムに追われてた。店員さんを追い詰める形に。うまっ、うまっ。え、でもシロップ少なめでもめちゃくちゃ甘い。コールだから本来は2回かな、シロップ1回だと。だからそれで多分1回にしてます。プシュプシュってやつを1回にしてるってこと、はい、半分ですね。フラペチーノってベースのシロップも入るので、あ、プラスで甘くなるのかもしれないです。いや、これ全然もっと減らしていいぐらい。へぇ、なしでもいい。うん、十分甘いから。へぇ、ちょっと初めての、初めてカスタマイズ。ホイップ、ホイップだけ。はるか、か、蚊に見えるね。あ、コーヒー出てきた。あ、この下に氷があるんだ。アイスだもんね。おいしい。お、あ、おいしい。コーヒー好きのはるかさんも、うん、え、これで納得。コーヒーの部分はちょっといつもより濃いめってことですもんね。エスプレッソ入ってるね。うん、全然めちゃくちゃいいよ。お、ちょうどいい。どうこれ。こうすればよかったんだよ。そうだね、まあ、こういうふうになくてもね、うん、いいし。そうですね、だって言いやすいじゃん、うん、ドリップコーヒーアイスのトールにエスプレッソ追加で、ホイップも追加で。あ、ホイップ気に入ったんだね。ホイップいいかも。うん、これ産休中の鹿島から差し入れが。ちょ、鹿島さん。うわ、スタバ企画の時のお茶受けにどうぞ。富山の、富山のお取り寄せ菓子？え？取り寄せてくれたの？鹿島さん、ありがとうございます。ねえ、わ、辻口さんの？ああ、雪吊りさんと物語。雪吊りなの？すごい名前。
なんかメッセージ性ありそう。あ、雪つる、これのことなんだ。そっちなのか。雪つりってね、聞くと、うん、その場、なんかそういう感じ、ね、思っちゃうけど。いただきます。いただきます。二人も飲んで。あ、なるほど。めっちゃ美味しいっすわ。美味しい、うん、僕はあんまカスタードしないんで。しないんかい。恥ずいっすわ。恥ずかったんかい。恥ずいことやってたんかい。スタバ店員が。いやだから、めんどくささわかるんで、カスタードをする、してくるやつ。言い方ね。してくるお客さん、ちょっとまあ めんどくさい、やばいってもの、ね。あ、言ってしまえばファースト店じゃないですか。ファーストフード店なんで、あ、いかに早くやるかがやっぱり勝負だ。そうか。美味しい？美味しいです。あ、濃厚です。あ、やっぱこの辻口さんのお店なんだ。パティシエのパイみたいな香ばしいショコラサブレと、お酒とコラボしてんだ。お酒入ってるんですか。お酒入ってんのかも。じゃあ食べられない。うん、私は持ち帰り、あ、お酒入ってないか。あ、使ってる。それぞれ梅酒が入ってんだ。へー。じゃあ私持ち帰らせてもらおう。うん、はるかは、じゃあ一ついただこうかな、うん、じゃあ雪釣りいただこうかな。全部雪釣りなのよ。いや、でも福井と、あー、シンプル雪釣りね。そう、雪釣り福井と雪釣り富山と雪釣りでどこ行くかってことね。そう、雪釣りストレートがあるから。雪釣りストレート。ストレート、ストレート。お二人もありがとうございます。いいね。うん、うん、パイ、こう、ソーマみたいになってる。雪っぽい。うん、うん、うん、おいしい。すっごいサクサク。うん、音がすごいね、うん、ね。コーヒーに合うんじゃない。うん、あーって言いたかったけど、ストローがもう口にくっついちゃって。紙ストローだ。うん、美味しい。結構行くんですか、スタバ。いや、だからあんまり行ってなかったんですよ。あ、うん、しかも友達と一緒とかじゃないと行ってなかった。なんか怖くて。うん、うん、最近そのレシートの下の方に、うん、今日中に行ったらもう一杯安くなるみたいな。おー、100円。え、これを頼んでも次も100円です。100円ですね。これも本日のお米ですか。そうです。え、ドリップコーヒーが本日のコーヒー。そうです。あの、毎日豆が変わるんですよ。うん、だから本日のコーヒー。で、僕が働いてる時にワンモアドリップコーヒーが始まりました。あ、じゃあ15年前からあるんだ。はい、あります。そうなんだ。すごっ。そしたら1日2回行けるね。うん、ついてもね。うん、ほんと満席ですもん。うん、今日だって朝早かったのに、うん、すごい、もう埋まってたじゃん。そう、みんなパソコンやってたよ。うん。仕事もできて、うん、今後また怖がらずにね、うん、ちょ、行ってみよう。うんね。うん、好きになってほしいバイトしてた身としてはね。うん、僕だから上京して東京に知り合いとか誰もいなくて、うん、心の支えだったんですよ、スタバが。思い出の味っていうか、ホッとするっていう。バイトしてたから、だからよく六本木のスタバ行ってました。おしゃれエピソード。おしゃれです。サードプレスですね。ちょっと何ですかそれ。え、知らないんですか。サードプレイス伝わってないのかな。何サードプレイスって。家でもなくて仕事場でもなくて第三の場所であるっていうのがスタバ の経営理念みたいな。最後に経営理念ぶち込んでるんだよ。もうやめたやつらが。いや、面白いな。面白いね。いつかじゃあみんなで海外のスタバ行ってみよう。ああ、ね、いいですね。シアトルで。うん。